権略元年1211年10月第13日嘉野塔嘉舎の氏人菊田夫長明入道大名蓮院正恒阿尊の許によりてこの間下校し将軍家に越し立奉るうんぬん吾妻鏡 第19巻によると、北条期の作者、鴨の長名、長明が、鎌倉幕府の別当であった大江の広元の娘婿、飛鳥海正常の勧めで、当時の将軍、実朝に謁見したと記されています。長明は、なぜ正常の勧めに従って鎌倉へ下校したのか。また、 北条記を書くに至ったそのいとは作者佐藤春夫が北条旗を読んで得た印象を「東鏡」に記された史実を交えつつ編んだ短編小説「鴨の長名古典と創造の世界よ」をゆったりとお楽しみください。 佐藤春夫作、鴨の町名」「一人の獣舎を伴うて見るから都の騎人と思えるのが祁藩の祠に休んで小倉の池の水の表に腫れ渡ってゆく朝霧をめでていたのが向こう岸を鮮やかに照らし出した日陰を見てやおら身を起こすと帰り見て獣舎を励まし 山陰の日野の里の方へ歩みを急がせるのであった時に元略元年夏七月某の日であった死を案ずるに先の将軍頼朝の死から十三年目上級の乱に先立つ十年である山陰の道とは聞いているが朝鈴のうちにたどり着きたいあまり遅れては 家にいいななくならぬとも限るま一応は確かめておいてきたが何分に家長の阿蘇も久しい以前の心覚えではあり分けては小鹿の角なりの山の小道である知るべも心もとないただ富山と呼ぶ辺りにはそういないという都から来た四捨て人の五六年この方住み慣れたのがいるはずである その芝のいよりのあるのはどのあたりであるかどくと里人にただしてこい。命ぜられた従者は門口に牛を引き出そうとしていた男をいきなり驚かせた里の男はまずまぶしげに都人たちを見上げてはなはだ陰銀な会釈を幾度もしてからひなの言葉で回りくどく言うのであった。 ほど近いあたりの大岩の上とは聞いておりますが、まことに部長法なことにはっきりとは存じませんでした。忍者が山裾のたえ落ち棒を拾いに出ているのは秋ごとに見かけますが、まだついぞ近づきにもなりませぬから、いよりもただほど近い大岩の上と里の者どもの申すのを聞くほかには鹿とは存じませぬ。 今少し麓に近く参られますと山盛りの小屋がございますからそこでもう一度お尋ねくださればきっとよく知れましょうかと存じます里であの陰者と近づきのあるのは山盛りの家ばかりでございます山盛りのせがれはいつもよく陰者と連れ立っているようでございます山盛りの家でございますか この道を山裾に沿うて参られますれば灰のつきて山の登り口となるあたりにあやめ草のある軒場の傾いた一軒家がございますすぐとお目につきますでございましょう里の男は一区切りごとに頭を下げてやっとこれだけを話し終えると額ににじみ出した汗をぬぐいぬぐい立ち去ろうとするのを 道端の草を食いむさぼっている牛が動こうとせぬのに気をいらてながら都の騎人の手前牛を叱るにも気を兼ねてただ無言に手荒く綱を引くだけであったやっと動き出した牛の後を追うて立ち去りながらも主従をもったいなげに振り返っているのであった牛は気兼ねもなくあたりの空気を震わせてうめいた 牛の声に目を覚ました里の犬は見慣れない都人を見つけて驚いて道端へ駆け出そうとして前庭で餌を漁っていたひよっこ連れの鶏を騒ぎ立たせたその鋭い声に山陰の里の朝の静けさは破られた頬にカエルを田の中へ追い込んでいる主従の都人は世に知られた歌人 『あすかいの正恒阿尊とその下辺とであった』『自分のこの唐突な訪れが故人を犬や鳥やカエルや牛などのように驚かせなければいいがと』と正恒阿尊は案じながらもそれかとも見えぬほどに痩せ衰えていたと』と家永阿尊の言う昔の友の面影とこよなき常温にも背き 軸も世に拗ねたその生活とが今に目の前に現れてくるという階級の情と好奇心とが今後も,も動かずにはいなかったしかしそんな一片の好奇心や旧友を慕う心だけが正常を未明に都から立たせてこの山村に急がせたわけではなかった重要な そうして穏密な世向きが彼をして古い友をその隠遁のいよりになわせているのであったことそのものが重要なばかりでなくその世向きを果たし終えると稲とは彼の身の上にも大きな影響があったからである人々は多く正常のこの使命を最初から危ぶんでいた ただ友の心を他の人よりは等しを多く知っていると密かに信じて正常は一応は十分当たってみるだけの値があるものと進んでこの使命を引き受けてきたそうして人々の見込みよりも自分の見込みが当たったならば人の心を深く知るものという誉れが彼にあるわけである人の心を深く知るとは やがてもののあわれを知るゆえんでなければならない。してみれば、この誉れはやがて歌人の誉れである。かくて、いわば陰の若どころの恩人々を一度にお相手にして歌を合わせているようなものである。ともあれ、行くならば行ってみるがいいと仰せられた陰だけは、恐れを負いながらまだしも 正常と幾分は見どころを同じうしておられるわけではあるがその他の恩人々誰も正常ほどは長明を知らぬかと思うのがこの使命を院からお受けしてきた正常が心のときめきとなったしかしこの命をお受けしてきたからにはもし長明がこれを受けがわぬとならばその代理の役は もうすまでもなく再び正常に帰ってこなければならないという覚悟ももとよりあった。はしたなく物をこそかけないけれどもその興味はほとんど似ていた。いや物をどころか命をさえかけねばならないかもしれない。というのは長らが鎌倉への下校を外えぜぬ場合は余人ならぬ正常が。 自分で出かけなければならないに決まっていた鎌倉右大臣のお好みに合う蹴鞠と若との技のためにすでに一度は正常に仰せ出された役を正常は辞退して長明に振り向けようとしているのである痛い毛盛りの末の子を見るとものの10日も家を離れようと思わぬのに 鎌倉ではどんな浮き目を見舞いとも限らないからであるその危ない使命を自分は避けて長明に負わせようとしているのかそうだしかし長明は事情が違う妻も子もない義捨人の往生をさえ願っているという彼ではないかそれに因が裏の いう桃えなす悟恩はよもや忘れている長らではあるまいそれに説き方によっては奮い立つはずの男である世人も知らず彼自身でも気づかぬかもしれないが正ねが知っている感じやすい弱い心が傷つけられた男ではあるが思い詰めればそこの強いこの不調和が 彼の生涯を今日のようにしているのだから院のご恩を忘れてさえいない限りはその少年を覚まして鎌倉へ下校を思い立たせるのは難しいことではない」と正常は己の舌の力を頼んでいた「長明の心はまんざらの灰ではない」「燃えさしがあればこそようすねもした」 その燃えさしを煽って、燃え上がらせずには、おくまい沈み日記。今さ更、若の裏波に寄せばやよらん、天の捨て舟。と、若所の二度のお召しをご辞退申したという。歌の心の底にも、余人は知らず、正恒には。 まだ全くは様子的てきらぬ響きが感じられるのであるそれに家長阿尊が誘いに心の込め方が足りなかったのであろうしかしあれからもう幾年を経たろうか長らもはや六十でなければならない世の常の往診になっていなければいいがと正常は いささかは自分の信念の揺らぐのを覚えてでも命のある限りは院の御恩長をまるで忘れ果てた長明らとも覚えぬ夜昼御奉公を怠らず御所から退出するいとまも,もなかったほどの彼ではないか思い入り続けて脇目も振らず頬を運ぶ主人の後ろから下辺は声をかけた。 しばらくお待ちくださいまし山盛りの小屋はこれかと見えます一応しかと道しるべを存じておきましょうその声に正常は思いが途切れたままに行く手に茂っている木々の梢に照り始めた日陰とそれを輝かに揺さぶる風とを見上げていた下辺べはつかつかと路傍のろ屋へ入っていってやがて 山りのわらわが案内をいたそうと申します。そうかそれはちんちょうだ。わにかえった正ねはふりかえってしもべと同時とをひとめみてから。山りのわらわとやらおまえか山のよすてびととちかしくしているというのは。はい。と同時は。 いささものにおくれたていであったがやまのおじとはいつもいっしょにいわなしをとったりつばなをぬいたりむかごをあつめたりいたしますそんなことのほかにやまのおじはいつもなにをしているかよくほんをみておりますそれからつきのよいばんなどはふえをふくとみえてふもとへもときどきはきこえてまいりますおまえはいくつか 正常は童子が見かけによらず話しぶりの気が効いているのを見て問うたのである。とうになります。気が効いているといっても山鹿のうの子供を相手にして遊んでいるという長らを正常は哀れにも心細くもなった。正常主従は山りのわらわに導かれてたどるのであった。 東に向こうた細道である岩間を伝い草木を分けて登ること山頂ばかりであった対して険しい道でもないから道路は元気よく分け登るのに山になれぬ獣者はもとより正ねも足たどたどしく息を弾ませているのであったもうすぐそこでございます。 あれに見える松の下でございますから同時は二人の足弱をいたわり顔に立ち止まって休みながら指さしている見れば一本の老松の緑が他の木たちの中でひときわ黒ずんで見えるのに風が当たって音に響いているのであったことをこの上なく愛した長昭がよを逃れても まだ松の下影を家にしているわいと正常はそぞろに歌心を催したが従者の道治に追いついたのに彼も急がされて歩みを励ました道治らが待っている松の寝方まで来てみるとここは山の中腹の切り岸になった上であったそうして目の下には 二乗ばかりとも思える大岩が西に突き出た上にささやかな草屋根の見えるのは童子の指さすまでもなくすでに聞く長明のいよりと知られるのであった目を遠く放つと西の方晴れやかに伏見淀などの白く光った川の表に朝日を受けた穂の行き交うのが 面白く見渡されるのであった。童子は足元を踏み固め、踏み固め、あらわな松の根やまさきのつるなどを頼りに崖を下ってゆくのであった。従者が危ぶむのも物ものとはせず、摩擦ねは身軽に同時の後を追いながら帰って同時を案じて気をつけろ。大丈夫でございます。 まみ慣れておりますと同子はきっぱりとこたえてみがるにもうしたにおりたっているまさつねもつづいておりたみればささやかな土をみつけてあばらなひめがきをむすんだなかにくさぐさのやくそうらしいものをうえているのであった養生のよすがにあてているのだと そぞろにさすがよすてびとにあわれがもようされてめをふせてみやるとなにやらひとつふたつつぼみをつけているのもあったふとどこやらでせんせんたるみずのおとをききつけたのでめをあげてみまわしたがどこにもみあたらなかったやっとがけをおりてきたらしいけはいにしもべをかえりみてまさつねがいうには お前は下がって気ままにゆるりと山盛りの小屋ででもくつろいでいるがよろしかろう。ではごめんをくおむりましょう。としもべはうやうやしく一礼して再び崖をのぼっていった。伊織へはもう道次が狩りにかわって案内を求めに入っていったからである。しもべは、 勇手に富んだ辺りの様子をつぶさに眺めるほどの雅心もなかったし早く主人の意に従うのを文相応の美風と心得ていたからである石の上は冷え冷えとしてまことに快い正常はなおも客家らしく覚える水の音に耳を傾けながら目の前に 伊織の軒場に口葉の多くたまったのを見上げ次に青々と豊かに苔むした土井を親愛な眼差しで見下ろしたこの暇にも伊織の主が現れるだろうと思ったからであるけれどもまだ姿を現さぬのに気をいら立てたか正常は道次の歩み去った後を追うて伊織の西の方へ出た。 その季節にはさぞやと思われる藤鶴の目の多く巻き垂れたこの孫に伏見淀などの川の表やさては多分桂川の岸辺を這いさかのぼって広がっていると思える明るい野面などに見とれているのであった「夜もすがら一人三山の牧の葉に曇るもすめる有明の月」。 昌恒は辺りを見回してふと長明らが得意の一首を思い出し続いて「住みわびぬ下紅や深山の牧の葉に曇るといいし月を見るべき」と世を捨てるに望んで友が読み残した一首を思い浮かべたその友が山積みの心も ここに来てみるとさすがにかりそめならず思われるのであった背後にささやきあうらしい人の気配に振り返ると戦国の山盛りの童子が藤の衣を身につけて糸のように髪の乱れた身も知らぬ翁となれなれしく語り合っていると見てつくづくと見直すと この身も知らぬ大きなこそこの伊織のじ余人ならぬ長らであった。なるほど痩せ衰えて見る影もないがただならぬ光を帯びた目の辺りは言うともふんとも知れぬ曇りに立てこもった風情が昔のままの個人を忍ばせるのであった。あちらでもその物狂わしいとにもあらず。 世の常ならぬまなざしで正常を認めて進み寄りながら「思いがけない都の魔ードを迎えて物乞いのじじいは夢かとばかり転倒いたしたわい」と長明らは大声でわざとらしく独り言めかして同時に話しかけているのであった「よすて人の生還を驚かした心なさを深くはとがめてくださるな」正常の言葉も 用もない長明の蟹髪を写してまだ本当に打ち解けなかったもどかしく腹立たしいそれでも長らはすぐ正常を暗室に誘い入れたここに入ってみると宣告から心をひかれていた水の響きはひとしお近くひとしお静かに聞かれた辺りの感弱は 清水と共に湧くように覚えるのであった「聞きしに勝る好もしい感弱の世界」と正常に言わせも果てず長昭は「また聞き死に勝るむさ苦しさ」「枝の小鳥野のネズミの巣にも劣る蚕の眉に似せて営んだ裏場の宿り」と続けた。 正常が言おうとしてさすがに言えなかったところを長らが自ら言い放ったので主角は同時に心置きなく笑い始めておのずと和気が生じた正常は長らが院の若所にいた頃の最も打ち解けた友であった一人は華やかに楽しげな一人はしめやかなのが かえって気があったばかりか正ネの位があまり高すぎなかった上に正ネが長明の心を知っているのを長明も気づいて慣れ親しんでいたものであった見れば駆け日はいよりの南面にあって岩を積みたたんで水をためたのが青空を映しておののき揺れていた。 取り外せば二台の車に積み込むことができると主の解き明かすこのいおりは竹を柱として広さは北条高さは七尺というが何様大男の正常阿尊が一気に両手を突き伸ばせば天井が持ち上がるかと思えたそれでも主が出てくるのに手間取ったのは 童子を手伝わせて片付けていたのでもあろうかいやあるが昔ながらのたしなみで快くこじんまりと整っていた部屋の南には差し出した仮のひさしがあってその下には竹のすのこが敷かれているすのこじきのこの縁側の西の端に赤棚だなの作られているのが の目についた。別に東の軒に三尺のひさしがあってそこは炊事のことに用いているというまた暗室の内部の西の壁に阿弥陀如来の画像を据え立てまつっていたあるじの話では入り火が差し入ってこの御像を照らすとおのずと眉間の白号の光になると この画像を祭り立て祀った水師の帳の外の戸には、普賢菩薩と不動明王との尊像が掲げられている。部屋の西南の壁には、唐紙をはめて、その上は小作りな棚にしつらえ、黒い皮ごが三つ四つ載せ並べてある。和歌や還元などに関するものや、 妖衆からの小六を入れてあるということであったそのそばには宋と琵琶とが一丁ずつ立てかけてある織琶と継琵琶というのであるこのいおりについての主の話が終わると今度は客に話させようと長明らがさすがに都の噂を聞くのであった正常は 11月頃には法然坊の元空が入居されるという噂があるなどと聞かせているうちに長明にも一度元空の法話を聞かせたいものだと言い出しいまだにその折がなかったと長明の言うにつけても長明がまるで都に足を入れない年月の久しいのに気づいて都で最後に会ったのはいつであったろうと語り合った。 長明らはよく覚えていた。年成阿尊が九十の蛾のあった前年の春佐定家阿尊や家長阿尊などと二条殿の南殿で桜を見て横笛を吹いたのが楽しい思い出になっていることやその前後の元丘二年の詩花界の記憶などまですべて昨日のごとく鮮やかなものであった。みな 五六年前のことどもである正恒は長明の頭脳の今なお昔ながらに働いているのをまず頼もしいことに思った正恒は暗室の西南の隅に生ぜられて着席していたつまりは赤棚に隣りして仏を祭り立てつった脇だから。 ここが室内の神座にあたっていたのであろう。これに対してあるじの長明は東北の隅に東の壁の小窓の下にある藤くえの片端によって藤くえの前に敷いたわらびのほどろの片隅に構えていた。長明の膝の前にはわらびのほどろとほとんど重なって。 藁の布団が机の際までいっぱいに引き延べられているその枕元には炉が切ってある長明は自分の寝床の裾の方につつましく控えていたのであるまったく小鳥の巣に二つの卵が置かれたように四角はやっと膝を入れていた正常は目を上げると おのずと相対する棚の上の層と手習いという命のある琵琶とを絶えず見つめていたが洋団に入ろうとして巧みに迂回して切り出した「蟻のすさびには今でも折伏には手習いを棚から下ろしますかええ時々はねやっぱり塵を払うついでには陣養光を思いやって」。 の流れもみますと長明はまず素直に答えてから「何せよ人里を離れたありがたさには流線であれ卓木であれ心のままですよ。秘伝の許しのとやかましく申し立てる人もなければまた巧みであれつたなくあれ里人の聞きとがめるはずもありませんから自分の気に入りさえすれば。 天下の妙義と自分で許していますや。院のご変化のある黒木のバチは今もお手元へ置かれていますか。京袋の中に姫を収めています。と何気なく答えてから長明はふと何やら正常阿尊の富士の訪れもわかるような気がした。さてはあのバチについてであったか。 それにしても琵和は遊ばさぬはずのソンが何人に頼まれてきたものかとうたがわれながらもとより何であれを手放しましょうかいつぞやも家アソンにも申し上げましたが苔の下まで同じところに朽ち果てたいほどの所存はあの世のさわりかとさえ思うばかりです正アソンは無言で 心に気するところあるがごとく深くうなずいた山の叔父が都の騎人とどんな様子で滞在しているかを見たいと思ったものか山盛りのわらわが駆け火の辺りからちらとのぞき出たのを正常阿蘇はば早く見てとった山盛りのわらわは山鹿の育ちにも似ぬ理髪な生まれだね 君が話し相手にされるのもごもっともだ。字を教えろとうるさく言うのだが、山盛りの子に文字はいらぬと言って叱っていますよ。実は少々密談があってね。わらわだからいいようなものの。と言いかけたのを長明らは早く察して、わらわを手招きして。これこれ、お前、ちょっと谷へ降りていって。 岩名を生け取ってきて都のお客にお目にかけてあげてはくれまいかさあうまく取れてくれればいいがと言いながらわらわはあたりから姿を消した長明殿正常は初めて相手の名を呼びかけて口調もおのずと改まり院のご恩朝をそれほど深く肝に銘じておられるのは のよひとははんみが志を知らぬと見える。因がわざわざ宇治者を感謝に昇格してまで、恩んを鴨の代わりにそこのネギに干したまわると、内定遊ばされたお志をお受けせずに、恩んが大原へ隠れたのを、あまり心ない仕打ちのように申し伝えている。 世人が何を妄想と関わりのないことではあるが自分が大原へこもったのは人と会わぬ自分の心柄を恥じたからでした。西行奉仕ほどに優れた才は持たぬながらも出家の志は早くからあったものでした。蝉の小川の歌にまで無念を申しことごとに長明らを喜ばぬ一族の助金に対して たと憤りはあろうともなんで院に対したてまつって不満がましい思いを抱き立てまつろうかあろうはずのない道理でしょう長あきら皆仕事して育ちはいたしたがそれほどには心ねじけたものではないつもりであります卑しく無罪のものを特別に御若どころへ召し入れられたおぼしめしだけに対したてまつってさえ 陰のご恩帳を忘れ立てまつってならぬさえあるに人が不伝の秘曲を口座で奏でたと訴え出た折にすら院は隙のあまりに出たこととしてお咎めは遊ばされなかったのもこの身を不憫とおぼされたからこそといとももったいないものに存じておりますそれならば御若所へ再度のお召しのあった時 なぜありがたくお受けいたさなかったか。長明は一途に世を逃れたかったからです。深くあとがめてくださるな。才のない身で才にとんだ月経雲閣の間に立ちまじるのが切なかったのです。それに、統制家では歌もできにくいからね。しかし、これとても、院のお心におそむき申したのを、 今も折に触れては御申し訳なく存じて身を責めています。正常阿蘇昔長明が夜昼の御奉公を怠らず御所から退出するいとも,もなかったのは御身も親しくご覧なされた通りでございます。長明の院に対し奉る心はその頃も今も梅雨いささかの代わりもございませぬ。 それをはっきり承って正常も後をもうすきになりました。これは御身のその心を頼もしくおぼしめして院からお命じになることどもを同時に正常が我が身からお願いするわけであるが「長明殿この10月の中旬に鎌倉まで下校してはくれますまいか」。 いつぞやは気軽に思い立って伊勢路を二見の裏まで向かわれた御身だ。かねて西行奉仕を羨ましいと仰せられていたのを、今さら鎌倉は好ましくないとも申されまい。草枕には心惹かれることどもであります。しかし鎌倉へ下校の趣は、決心致しかねると申すのか。いや。 その御主位を承りたいというのです御身が院に対し立てまつって御奉公の実を表されたいのだ実は大瀬は正常が承ったが二の足を踏んでいるところであるご承知のごとくこの十月は先の将軍頼朝の十三年に相当する十三日の御奉事には 公家からもご使者が立つそのお供のうちに混じって院の格別な御用の御奉公に擦常がお眼鏡にかなったわけであります。右大臣の蹴鞠や御若のお相手をいたして右大臣殿が近頃の御様子を心の奥深くから探り出すという大役であります。山は酒海は汗なんとは申しているが。 その陰に隠れた深い心を知るには、ふとした言葉の端々などを見なければなりますまい。このお使いには、歌をよくし、また、先の返し歌の心を深くくんで、さらに読みかけるだけの力のあるものでなくてはかなうまい。かねて、御手附から刀を鍛え、武を練りたもう陰をご存じの御身は。奥山の。 驚が下も踏み分けて「道あるよぞと人に知らせん」と。と因が遊ばされたお心のほどもよく拝察したてまつるはずつらつら天下の形成を見るに頼朝皇居の後は鎌倉も老身の没するもの、宙に服するものなど引きも切らず。 二大将軍より家の世も久しからずただいまはまだ乱脈に見受けられるがやがては次第に落ち着くところへ落ち着くものと考えられるにつけてもただいまの鎌倉の内外の様子をつぶさに伺っておこうとおぼしめすのもさもあるべき御事とどもである鋭い眼と深い心と思っていなければならないこのお使いには 長殿に勝る人もない。右大臣殿の蹴鞠や和歌のお相手をいたすことは正常にもできてもこの大切の御用向きには力及ばぬ節が多い。その上正常近頃草枕を好み申さぬ。それにまたこの隠密の用向きが鎌倉型に察せられたならばまさか討ち取られるでもあるまいが。 二度と都へは返されないで都からの客人という名でそのまま鎌倉へ監禁の浮き目を見ぬとも限り申さぬまずそれぐらいの覚悟は必要と存ずるのに妻子をもってまだ恩愛の孟柔に惑う正常にはその覚悟のほどがおぼつかないつつまず申せば鎌倉へく久しく架空などとは 思ってみただけでゾッといたっす。そこで妻子もない義捨て人の長明を思い出して賜ったという次第でござりますか。打ち明けて申せばまずさようである。長昭殿正常に代わってこのお役目を引き受けては賜らぬか。長明はやや久しく無言であったが。 陰の御恩朝の万分の一はいつかお報い申さずばなるまいと深く心に決しておりましたからこよなき機会を賜ったのをお礼申しますたとえそのために鎌倉に召し捕らえられるはおろか討ち取られてもいとうところではございませぬあとに残って嘆く妻子もなければ行き尽くして いちごの月影も傾き、予算山の葉に近い長明の実でござります。ただ一つ、親しげに振る舞っておいて、物を探り出し、それを暴き出すという技が後ろめたくて、いかにも恩身としてはさもあろう。その心弱さと正しさとが、恩身を人の世から山の中へ追い込んだのだから。 だが、別段のはかりごとをたくらむにもおよばずただみききしたところとかのちでこころにおぼえたところとことつばらかにこころにきざみおいてそれをおみやげばなしにいんにおかたりつげもうせばたりるわけであるしいてそれ以上いじょうにふるまえともおせだされませぬそればかりのことならば誰れをはばかるところもありませぬ長あきらにもできましょう お引き受け下さるかそれはもう喜んでお願い申し上げましょう。鎌倉は岩間や石山よりは遠いだけに草枕の趣も不幸ございましょう。右大臣にお目にかかるのはセミ丸の翁の後を弔い猿丸太夫の墓を訪ねるに勝るとも劣らぬ楽しみでございます。 朝音をまた一つ加えたかの思いがいたされます。作用を申されれば片付けない。おかげで正常まで面目を施す次第である。まことは若所の恩人々が南名申すに、若所への再度の出資をさえお受け申さぬ長ら、この度の仰せを世もお受けいたすまい。 世を捨てた長ら世の恨みとともに因果海山の御恩長をさえ忘れ申したであろうなどと取り沙汰いたす中に正常だけは長昭殿の心を頼んで参ったのである正常は今や心も晴れやかに西の日差しの下からこの間の窓を通して 深草あたりと思える里や野山を覗き込んで真昼過ぎの日差しをまぶしく眺め入りながら山を下って日ざかりの山腹の暑さの中を府中のような都へ帰ることの煩わしさを思い出してはせめては三田の画像に夕日がおのずから白号を表すという時刻までこのいよりにいてついでに幸いの闇夜ではあり 夕風に乗って牧之島のしるべまで出てもはや命衰えた名残の蛍を見て明日の朝霧を分けて家へ帰ろうかとも考えてみたが家という思いと同時に夕げに父を待ち構えている末の子を幻に浮かべ出すと「それではおいともをいたす。長明殿何分によろしくお頼み申す。 まずもう少し日陰の映るまで樹下石上に両風を浴びてゆかれるがよろしかろう。貴君も近々に京都へ出てこられるでしょうね。いずれは院からのご沙汰もあろうが草枕の用意万端は正常が心へおき申すからお立ち寄りを願います。ではその説またゆるゆる。せめては。 山りの家のあたりまで見送ろうという長明を押しとどめて正常は一人鶴や松の根伝いに崖を登って例の松の根方にしばらく両風を浴びていると真下によりの東の日差しに出てきた長明の姿が見えて頭上に正常がいると知るや知らずや長明は阿波であろうか。 それともただの水であろうか物を煮ようと芝を折りくべているのであったその煙が静かに立ち上ってきて正常の膝のあたりへも流れてきたなおも見守っていると宣告用もない岩わを取りにやられた山盛りのわらわが大岩の一角をよじ登って帰ってくるのも見えた。 帰りの道の正常は限りなく満足していた「下べが同次の父の山りから頼まれたとかいう同次を都のしかるべき方へ方向に出したいという話にさえ耳を傾けたほどであった」「正常は長明の生活のありさまを目の当たりに見てきたにつけて気の弱いながらも一面には豪気なところがあった」 この二つの心が一人の人間の中に住んでいるところに長明の不幸があるのだという日頃の考えをまた考え始めた「志を遂げえない人間は世の中に多い長明一人とは限らない」「けれども志が遂げられぬと思い切って山林に逃れる人間は長明一人である」 祖先伝来の家を一族に奪われたからといって家や屋敷が人を苦しめるものと気がつくやそれを10分の1に縮めてみたが今度のはまたその100分の1にも及ばぬカタツムリの殻のようなものにしてしまっていた愛読する書物を持っている人は多いけれども その書物の内容をそのまま生活しようと企てる人もけうなものであるのに長明は知底家を愛するあまりその生活をだんだんと愛読の書に近づけていった正常は長明のこういう一面に水福していたそうして院の温調に感じているといっては 真実鎌倉で召し取られるのをも,ものともせぬらしい口ぶりを自分の煮え切らぬ態度と思い比べて長明に契伏し因が長明を寵愛されるゆえんを思い合わせた正常が歌人に長明の生活の話を聞かせている頃その噂の北条の中の主は 名ばかりのの夕しばらく藤くえの前に座っていた。彼は山の小敷じじいが鎌倉で将軍に越するということに我が身が物語のあるじめく興味を覚えて心をときめかしながら正常の言葉を思い出し思い出し鎌倉でどんな不慮のことどもがジャッキされるかもしれないとそれを空想しても見たが物おじらしいものは 不思議と少しも覚えなかった。その代わり今まではいつでも木があると考えて人前火を消しなかったことを今のうちに片付づけてしまおうと思いたった。彼はつと立ち上がって南の障子に向かい手を伸ばして棚の上を探ったから旧友にあって昔を思い出すままに。 ひょうにじょうじてそうかびわでもとりおろすかとみればそうではなくてかわごをとりおろしてそのなかからひとたばのかみをだしてつくえのうえにのせたそうしてたんけいをかきたてるとふでをとりあげてほそいじで「ゆくかわのながれはたえずしてしかももとのみずにあらず」。 よどみにうかぶうたかたは「かつきえかつむすびて」とかきはじめたいつも「きょう」をもってみみをかすフクロウのこえがあちらこちらでなきはじめたのにもきがつかぬげにながあきらはいちずにふでをはしらせていたこまかなじは「きょう」にしたがってだんだんおおきくなっていった。 筆の勢いに従ったばかりではなかった。探形の油が心細かったからである。残り少なくなった油と紙とを心配している暇もないほどの筆の勢いであった。東に山を覆った家は辺りの白のも遅かったが小高いところには里の鶏の音がはっきりと朗らかに響き渡って。 あちらでもこちらでもニワトリの声が続いて今日に乗じて開けやすい夜は明けたまず空がそうして辺りが北条の中が最後に明るくなっていった山盛りのわらわが幾度来てみても山の叔父は物につかれでもしたかのように机の前にばかりいて かれのよぶこえにさえとりあわぬのをあやしみしつぼうしたそれでもつぎのひのあさいってみたときにはもうふでをすてていてかれのこえにもすぐみみをかしたのでどうじはちからをえていつものしたしみをもってやまのおじみやこのきじんがあなたになにをいいつけていったのですいくどきてみてもいつもつくえにばかりむかっていて いくら話しかけても少しも返事をしてくれなかったではありませんか不平がましく畳みかけるのを長明はかえって珍しい笑顔を振り向けて「いや誰にも何も頼まれはしない。おじはもう年が年だからいつ往生をとげないものでもないと気がついたので人並みに。 亡き後の頼み事を書き記しておこうと思い立ったのに妻も子もきょうだいも友達もなければ七珍まんぽうはおろか牛馬どころか鶏一はない身には筆は取ってみても記しておくこともなくでもせっかく紙と筆とがあるのだからとつい今はおおかた忘れてしまったと思っていた。 用もない腰し方のことどもの思い浮かぶままを筆任せに書きつづってしまったそのため夜と昼とのけじめさえもつかなかったわいもの狂わしいことどもであったのういつもながらの自分を笑うようなその口ぶりさえ同時には君が悪く思われた長明がまなこを輝かせ 血走らせていたからである。おじさん久しぶりで峠へ登ってみませんか？もうちっとも熱くはありませんよ。今日はいいお天気だから京都がよく見えますよ。わらわは今日は特別の心で京都のほうが見たかったのである。長明はまた長あきらの心で京都が見たかった。 越し方を追憶すれば幸運にかかわらず思い出をそこに馳せないではいられなかった故郷の空をさすがにもう一度しみじみと眺めておこうという心持ちであった彼らは歩み慣れた山道を峰の方へ踏み分けていった初秋の三季は肌に心よいしかし小倉井小立のあたりでは らしが鳴いているほかには、路傍に林道を一輪見つけたくらいなもので、まだ秋山の趣にはもとより早かったが、同時はみちみちそれの言い訳ででもあるかのように、里では赤とんぼももう麦わらに変わってしまったことなどを話すのであった。でも山ではまだ栗のイガのかたいのが、 よも長明らをも失望させたわずかに道次は頬に一人菓子の実を見つけて喜んでいたそれでも峠の眺めはさすがに澄み渡っていた小倉の池は小幡山に隠れて見えなかったけれど見はるかす限りやや色づき始めた他の表には 風が姿を見せて通り過ぎていた伏見の里鳥羽はやや遠かったが20日市は叫べば答えんばかりに見えたその辺りを雲出に流れかわす水の色にさえおのずと秋の色は映っていた彼らは淀川に遠く行く帆を数えて その上にかげをおとしてまうとびにきょうじていた視野をすこし北にむけるとけいしのしちゅうのじいんとおぼしくおおきないちょうのしたにおおきなやねのいらかがきらきらとひかっていたこの峰のちょうぼうはながあきらがこのんでいたところできのうららかなのにつけきのむすぼおれるにつけ わらわを伴うてよくここへ来て、承知にあるじのないのを常に喜んでいた場所だから、目に入る限りの野や里や森や山や水や、皆その名をあるいは教えたり教えられたりして、今は老幼二人とも少しも珍しいところではなかった。彼らはいつもそこに座を占める つ並んだ木の切り株に腰を下ろしていたただいつもとは位置を変えてこの日は長明らはほんの一別で気が済んだのに童子が日頃より人を熱心に京都の空に見入っているのであったこの間山の叔父のところへ来た義人の従者が休息の間に山盛の一族がこもごも述べる恋を入れて この見どころのあるわらわを都のしかるべきところへ奉公させることを主の阿尊にもお願いし自分も奔走してみてやろうと約束して帰ったからであった従者は山りの一族の厚遇に対してのほんのお礼心に格別のあてもなく言い残したことを田舎人のまめやかさで疑いもせず一途に喜んで すでにわらわの夢は白日のもとでさえ都に奉公していたわらわはその希望の実現される日をもどかしがってえんぼうに思いをやっているのであったおじさんこの間の都のお客はあれは何様ですかおばあさんやお父さんなどは大したえらいお方にちがいないと言っていましたよそうして あんな偉いお方に近づきのあるおじさんもきっと偉い人だと言っていたよ。おじさんも時々京都へ出かけていくが、あんな偉い方々とお付き合いをするの？うん。わしは京都へ骨直きに出かけるのじゃ。偉い人からでも偉くない人からでもくれるものならみんなもらってくるよ。この間の偉い人は。 山の小じき小屋が見たかったので寄ってみたのだよ。あのお方のご家来種がわしを京都へ出られるように世話してくださるとうちのおばあさんに約束していったそうだけれどいつ迎えに来てくれるでしょうかね。さあいつ来るかは知らないが約束ならそのうちには来るだろうね。おせっかいなことをするものだな。 都の人というものは「お前はわしの友達でいつまでも山にいて大きくなったらおやじ殿と同じ山盛りになったらいいのだわい山盛りの子が山盛りになるに越した幸せはないど理りだわしはネギの子だからネギになりたかったのだそれがなれないばかりに今は山のこじきおやじだ」。 わしがまだおまえぐらいな年のころに、やはりおせっかいな人がいてな。親のないわしをかわいそうに思ったからであろうが、わしに出世しなければならないと教えたものだ。わしがおまえに言いたいのと、まるで裏腹なことを教え込んだものだ。その人はわしに、おまえの家は代々立派な家柄だから、 親がなくて人が世話をしてくれなくともお前自身の心がけ一つで出世をしなければならないよとこう言ったものだ。悪気もなしにとんだ重荷を負わせたものだね。わしは子供心に歌でも学んで世に出たいと考えた。だがわしが生意気にそんな道に志したのを見て、 よろこばないひとがいちぞくのなかにいてねわしはついおやだいだいのネギにもなれないでしまったよふたおやにはやくわかれたのがわしのふうんのはじまりだったねそれでもおばあさんがわしのちちやははにはやくわかれたのをふびんにおもってくれてわしのためにいろいろとしんぱいをしてくれたわしはお前と同じことで おばあささんんに育てられたのだ。おおは見覚えもないよ。お父さんはわしがおまえくらいよりもっとあとまではいたのだがねおばあさんのとくべつなかわいがりかたとそれをまるでめのかたきにしていたらしいいちぞくのなかのいじわるとがわしをこんなへんじんにそだててしまったのさそれでもおばあさんがあんじてくださったおかげで わしはお前ほどの年のころにはもったいなくもしらさぎと同じように5位というくらいまでいただいてやがてはやんごとないお方のお情けでわしは歌でお使い申すようなかたじけない身分になったこの間の客人というのもそのころの知り人なのだわしはネギのくせにネギになろうともせずに 歌読みになったことや美話を習ったりしたそれがわしの不心得へのもとであったお前がもう五つ六つも年をとっていたらもっといろいろ思い出して話して聞かせたらいくらかは世の中を知るたしにもなろうと思うがどれもこれも浦島のこのような面白い話ではないそんなことよりわしは おやまもりのこでありながらみやこをあこがれたりもじをしりたがったりするのをみてゆくすえをおもいあんじていつまでもやまにいてやまもりのあとつぎをせよといようと思って愚ちになってしまったおまえもみやこへでたいとおもいたったならそのこころざしもいちどはとげてみずばなるまいての。 何の年寄りどもが留め立てすることではなかったわい。世の中へ出て行って、世の中が山の中より住みういことを自然とおいおいに悟るだろうよ。財産があれば心配は絶えまいし、なければないで無念なことだらけだ。人のおかげに頼らねば、自分の身が他人のものになり、そうかといって人を養う身になったら、 その恩愛に我が心が自分のままにはなるまい。世間のままに従っていれば自分の心にもないことをせずばなるまい。それかといって世間に従わねば気違いの沙汰だわい。世に処する道を知らないわしはミサゴが人を避けて荒磯に住むように山へ来て宿刈りのような殻の中に身を隠して。 一人自分で自分の主とも役こともなって、これがまず一番いい生き方と考えているが、お前は世の中へ出てみて、お前の生き方を自然に考えつくだろう。受けがたい人の身を受けた甲斐には、何にせよ精一杯に生きねばなるまいて、所詮の心得もなく、財宝もないわしが、 都へ出るお前に花向けにするのはまあこんな言葉ぐらいなものだがいくら行ってみたところでさかしいと言ってもお前の歳ではまだ何もわかるまいつまりは達者で元気よく好きなようにするまでのことよもしまた年をとって故郷の山つまりはここが恋しくなって帰ってくる時があったら 昔つまり今日のことだこの山に小敷お親父が一人いて都へ出ようという矢先に何やら行ったことがあったと思い出してくれればいいのだそうして千人岩の落ち葉でも見て帰ってくれることだわしは近いうちに昔ご恩になったお方の御用で関東の方へ旅をするが この年だから無事で帰るやらどうやら知れない。いずれ命は天に任せてある。お前が都へ出る日にはこの山にはいないかもしれない。いつ、また3階のどこで会うやらのう。おじさんわしはまだ明日都へ出るというのではありませんよ。それにおじさん涙なんか出してどうしたの？ いやなんでもないよ年をとるとなんでもなくとも目から水が出るのさそれにこの23日寝不足をしたので目がくたびれているからだろう長あきらはまだ恩愛の猛衆のかげをやどしているらしい自分の心が腹立たしかったそうしてにげるがごとく切り株からやおらみを起こすと こんなつまらぬ話はもうやめてまた岩間の方へでも行ってみるとしようか。もう日が短くなったから会わずまでは行けまいが。わらわの同意をも待たずに彼はもう歩み始めていた。彼らは峰続きの炭山を越えかさとりを過ぎていつもの道を岩間山の消防寺に出た。 同時は何とも知らずこの気の毒な年寄りの関東の旅の無事を本尊の千住観音に祈って小さな手を合唱するのであった彼らの頭上の夕焼けの空は地に生えてさらでもやや緑のあせた木々はところどころ赤く紫に見えた日 かのとう。かも者のうじ人菊田雄長明入道、法名蓮院。正常阿尊の虚によりて、この間下校し、将軍家に越し立て祭る。たびたびに及ぶ云々。思考して、今日、ばっかの将軍、御味日にあたり、かの北家道に参り、 年中度胸の間階級の涙しきりに相模様し一種の和歌を銅の柱に注す草も木もなびきし秋の詩も消えてむなしき苔を払う山風。とこれは鎌倉の記録「吾妻鏡」。 十九の「権略元年十月の下り」に見えた一節である。長明が鎌倉に無事に到着し実朝が快く長明を引いて石鹸したのを知るに足ると思って金混じりに直して引用した。しかし長明が法華堂の柱に記した一首に対して。 実朝にどんな昭和があったかは聞こえていないしさらに長明が鎌倉を起去の後京都でどんな報告をしたかも明らかでない力が及ばぬから調べても見ないが事の性質として多分は何の記録も残ってはいないだろうと思うただ長明が鎌倉の法華堂の柱に書きつけたという 草も肝の一種を再三吟唱してみて感じることはそれが亡き英雄を追徴するという情よりも弦害の実感としては彼が昭安のある山中の大岩の上に落ち葉を吹き払う風や吹かれて岩の上を傘こそとなる落ち葉を懐かしがっているかのような一種の里心を感じさせるのを覚えるではないか。 それほど彼はあの暗室の生活を愛していたのを知るわけである。大行にも死を覚悟して山を出たが、岩間寺の千手観音のご加護があったからかどうかは知らないが、長明は再び無事で日野の,の富山に帰ってきたことだけは確実に判明している。そうして その年の北条の冬ごもりの連れ連れには彼の関東への旅の気候が物されていた。が、年来協定にあったものが一朝ことに感じておのずからあふれ出た北条期とこの気候とではまるで別人の筆の感があるのも最もである。長明自身が難人よりそれによく気がついたであろう。 気候はほんのありのすさびにかきはじめてみたものだしそのころかれのしんちゅうにおこっていたかんがえからみてこんなすさびにひよけしているのがじぶんでもけんえんたるものがあったのでそのこうはさしおいてそのかわりにぜんねんのあきのみていこうをふたたびかわごのなかからとりだしてろへんですいこうしかんこうをこころがけた。 3月の末であったその足音に雉を驚かせ飛び立った雉の勢いに満開を過ぎた山桜の散りかかる山の道をかさとりから岩間へ越えてゆく2人連れの牢用があった長らと山盛の童子と出会った彼らは 先頃の遠い旅路をつつがなく帰ったのを喜び仏に感謝しながらも老王と陽道とのこととで雪に閉ざされて心ならずもまだ果たさずにいたお礼参りを今日こそしよう帰りには家津とのわらびももう得られようと思って出てきたのであった岩間の千住観音にぬかづいた彼らはさらに春霞みを分けて ウソウグイスなどの山鳥の声に興じつつも雪毛に水かさの勝って岩に激する水を互いに相戒めながら瀬田川を下って石山に向かったそれはいよいよ京へ出ると決まった少年のために老人が遠く石山の二匹如林観音に参拝しようと言い出したからであった。 翁はもうわらわの都に出るのを思いとどまらせようとはしなかったいよいよの名残にいつもより遠く山を分け入ろうという童子の心と鎌倉で山のいよりを愛しすぎていると気づいて以来鬱屈してきた心を参じようとする翁の心とがたまたま一致した日の遊行であった長明は その後2年を経て憲法元年10月13日に山中の法上で入雀したというまだ六十には達していなかっただろう負を聞いて京都から山盛のわらわと正恒阿尊とが相誘うていち早く駆けつけ正恒は同時の言葉によって 長明が関東に立つ前に書き残したものがあったのを知るや棚の上の川ごを探って三四種の孔を見つけ出したその二つは大道正尉だし他の一つは全く別の孔であった正常は観光らしく見えるのを読みふけって勘を置く間もなかった最後に 仏の教えたもを赴きは、ことに触れて終身なかれとなり、今草案を愛するもとがとす、漢石に弱するもさわりなるべし、いかがようなき楽しみを述べて、あたら時をすぐさん。静かなる暁、この断りを思い続けて、自ら心にといて。 という一説に至って彼の豪の深い気の毒な友が六十年の生涯をとして最後に安住していたかのように見えたこの生活さえ実はまだ苦悶の種を残していたのを知って気の弱いくせにどこまでも己が心を主としやっことしてきて己が心ゆくまでに生活を徹しようと心がけていた友をありがたがった。 そうして彼の友に対する日頃の見解とこの一節との合致とを誇りかに都の友に語るのであった後鳥羽上皇が二度までも長らが北条の後へごこあったと伝えられているのはいついかなる折であったかをつまびらかにはしないがともあれこの長身を強く遊ばされての 大干しと恐れ多い極みである「岩ねに流るる水も琴の音の昔覚える調べにはして」というのが五行のお供に加わった一人の歌だというがなるほどそう聞こえぬ節もないではないただ 歌の様も心も少し時代が下るように思われるのはいかがなものであろうか。星雲の志を抱いて都に出たあの山盛の童子の後日についてはその後用として一向に伝わるところを見分しない。おそらくは道芝のように生き道芝のように枯れ果てて今もまだ 三階に流転しているのであろうそれとも都に出て折から没興した浄土宗の念仏によって極楽に往生したかもしれない後書き本編は作者が「往生記」を一読して得た印象を小説体に記したもの。 1一両年前執筆になりその後多くの意に満たぬものを次々に発見し改作を企てながらその意を果たさないでいた例えば京都から日野の富山への道なども小倉の池の辺りを経たのでは迂回らしいことを後に現地を踏んで知り得たの類いであるその他想像によって記されたものは なな最高を要する点が少なくない。読者の感情を超うゆえんであるただ幸いに佐々木博士の一越を経て重要ないくたの誤謬を訂正することができたばかりに編集部の勧めに応じてこれを付録する決心がついた間末ながら記して佐々木博士の根性に対し感謝の微信を表し 後日の解作を期しておく佐藤春雄佐藤春雄作鴨の町名」終わり。